どうもゆいぴーです。オカリナです。ご飯のともいかがでしょうか。おかずクラブです。今回はゆいぴーのカバンの中身確認してみた。はい、ということで、はい、ということで、オカリナさんの企画ありましたからね。ありました、だいぶ前にね。あのカバンの中身からたくさんポーチが出てきたっていう。そうですね、恐ろしい事件がありましたよ。そうですね、だからゆいぴーにも何かしら事件が起きると思います。いいねえよ、ねえよ。普通で何のカバン使ってんの。こちら、前もね、ドゥーン、ドゥーン、こちらの YouTube で紹介しました、はい、マルジェラのグラムスラムっていう、はい、まあなんか形のバッグでございます。ゆうぴが身の中に可愛くて一目惚れしてね、衝動買いしちゃったっていう、はい、高めのカバン、あのなんだっけ、枕になる柔らかい素材です。最近よく使ってるよね、このコップね。マジでやっぱ夏より冬って感じだね。お出かけするときだけ使ってんのかなと思ったけど、今日仕事しかないのにこれも使ってたから使いやすいんだろうなって。普段使いにしちゃってる今、うん、なんかせっかくだったらもうなんかこれ持ってたり触ったりするだけで、ああ本当にこれ買ってよかったなって思う。いや素敵だね、それはいい よ。中身見せて、幸せな気持ちになるね、うん、中身見せて。おい、何が入ってんの。まずこちら、あ、 YouTube でも撮影したグッティのグッティの財布。グッティの財布、やっぱこれね、カバンの中、黒いカバンの中でさ、うん、これが見えるとやっぱさ、すごい明るい気持ちになりますよ、うん、確かに、見つけやすくていいね。華やかです。こちらでしょ、お財布。そしてブラデー、アングルティーファー。さすがですね、おかげさん、これね、私がね、結めたんですよね。昔ユーピーの髪を結んでた時に、髪がね、本当に絡まって、うん、なんかすごい溶けるって書いてあったからね。そう、これ買ってって。タングルティーザーはもう今は有名だけど、うん、その当時はね、先駆けだったよね、うん、エマ・ワトソン、うん、ベッカムの娘、海外セレブたちがこぞって使ってるぞっていうやつの、今回これをね、ね、も持てるタイプのやつ、持ち手があるやつ。はい、こちらでしょ、はい、で次はエアポッズ。エアポッズ、エアポッズが入ってまして、うん、ケース変えたよね、ちょっと前に。で、キラーケース、そう、うん、壊れないように。これもね、明るい色でね、そう、もうなんかすぐ見つけられるようにしてる。まあポケット入れたりしてるね、基本ね、うん、ちょい。そしてこちら、目薬。目薬、そう、最近ドライアイでね。ドライアイじゃないね、眼精疲労だね。眼精疲労か。あ、でも珍しい、結構使ってる。なくさずにちゃんと、もう残りね、うん、少ないね、ほんと3分の1くらいしかなくなってる目薬、これは間違いない。次は何。ドゥドゥン、オカリナさんからもらった金、金誕生日にもらった金の箱を、あのアクセサリー入れにしてます。で、この中に入ってるけど、ちょっと見えないけどね、コロッと入ったりしてる。ここにいつも 2,3 個入れてる。アクセサリーケースもあるんだけど、こっちの方がなんか箱が潰されなくていいんだよ、硬くて。よかったよ、そんな使ってくれるなんてね。使ってるでしょ。あとこれ、襟周りが汚い T シャツ。今日ね、学祭だったからね。そう、カズクラブの襟周りが汚くなっちゃった、もう真っ白だからさ。ゆいぴー ね、襟周り汚ね。私は進めてんだよ、歌丸を使いなってね。そう、カズクラブ T シャツ毎回毎回洗ってるよ。これ着て営業とかね、回ってますんで、うん、はい。こちらね、静岡の T シャツ屋でね、作ってもらいました。これが汚いんだ、これ、ね、汚いんだよな。シャッシャだよ、もう洗濯しなきゃ、そろそろしないよ、一回一回ちょっとエクソで一回一回さすがにね、してるよ。そしてこちら、 iPad、 iPad ね、買ってよかったって何回も私に勧めてくる。シールめちゃくちゃ貼ってますね。ホラー映画のね、キサラギだったり、うん、周作さんね、カレーね、周作さんのカレーシールで、 FF のステッカーとか、うん、いろいろ貼ってる、ね、あ、これ神社だ。そうね、京都で 3,4 台しか走ってない。2台じゃない、2台か、うん、走ってないタクシーに乗れた時に、このレシートを持って、どこの神社だっけ、どこだっけな、なんか、どこ、あ、カモ、あ、神鴨神社、神鴨神社に行くと、うん、このステッカーがもらえて、うん、そうそうそう、幸せになれますよっていうので貼ってて、進撃の巨人でしょ、うん、でもね、これがレモンさんね、レモンさんのシール、テレビ出た時に。で、これが知り合いのね、はい、あの絵本作家の、ああ、ツバメのやつだ、はい、のシールいただいたので。そしてこれがあれ、ブルーピリオド、うん、買ってたね。そうそうそう、もらったんだっけこれ。ちょっと青い服着ていくともらえるやつか。もらえるやつ、
っていう感じですかね、はい、あとピーポくん、ピーポくん、ピーポくん警察仕事でもらいました警察仕事っていうのはね、大事にしてきたよね。事件なくてごめんなさい私のはね。そしてこちらドラえもんとコラボアネスタ日焼け止め、ずっと使ってるよねゆうぴアネスタね。アネスタユーザーだね、ーアネスタユーザー確かに昔からアネスタかアリーだね。だってアネスタよ、だって本当に今でこ そ,、まあ、その困らないほどにお金をいただいてるけど、お、なんかお手伝いしてお小遣いをもらってた頃もアネスタ使ってたからね、ゆうぴは。お金、仕事がなくて100円の庭、ね、草むしりだったら100円の風呂掃除をもらってた、うん、それで、そしてこちらスマホバッテリー紫、可愛いね、可愛いよねこれ、うん、可愛い、これ可愛いんだよ、形なんか。どうして事件起こんねえぞもうラストです。こちらずっと365日使ってたけどクリスマス仕様のヒールズを買った時にねあのおまけでいただいた、うん、化粧ポーチね、ちょっと合う季節になってきたね。はい、中身見せてよ化粧ポーチ回ってね。確かに、うん、パンパンじゃん、パンパン。もっと大きいやつが良くて、うん、であのファイナルファンタジー14の、うん、今度グッズ買ったのよ、うん、あの化粧ポーチっていうか、うんうん、あのポーチ に変えたい。変えるんだ。そう変える、うん、何入れてんの。まとめじゅ、まとめじゅ、そうまとめ髪にはねぴったり、まとめじゅ、こういうスティックタイプのね、うんうん、スティックタイプっていうのかな、こうやってやって、うんね、いいよねそれね。こちら、うん、とあと岩切さんにもらった、ああそうイヴ・サンローランの、そう誕生日で、ね、岩切さんにもらったやつか。そう口紅、素敵ね。これはもうずっと使ってる、名前もユイピーって入ってる、ね、あ、そうここ、そう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 、素敵よねそれね。そうなのよ、すごくいいよね。そしてイヴ・サンローランのこれすごいいいんだよ、これ自分で買ったんだけど、の、ファンデ、ファンデ、クッションファンデ、クッションファンデ、いつも使ってるこれ。タッチ、ちょっと英語は読めないんですけど、あ、ラディアントタッチグローパクトの B20 使ってます。ファンデーション、はい、これも可愛いよね、可愛い、可愛いよねこれ。なんかそういうなんか布団みたいな柄好きよね、あなた。まあ、こういうさ、確かにこういうなんかこっち、ああ、びっくりした。そして次こちら、エレガンス、これめっちゃいいよね、うん、エレガンスラップードルオートニュアンス1、うん、これいいって言われてるんです。これめっちゃいい、でもいい値段する、うん、マジで1万近くするよ多分これ、するする、でもめっちゃいいこれ、うん、全然違う。これの類似品がそのお休みで無印とかでも出てたりするんだけど、無印とかキャンメイクとか出てたりする、だいぶ使ってるけど、うん、これ 2個目、うん、私よくてリピートしました。これもこれもリピートした、よくて、うん、うん、この2つは、ね、とりあえずなんかあれ買いなきゃ確かに買いなきゃ、急いで。でこれB の、うん、スポンジ、スポンジクッション、クッションファンデこのままつけてこうやってる、洗ってません、汚いです。そしてこれも最近よくてさ、うん、リピートしたんですけども、うん、こちら高原堂、あ、高原堂じゃん、マイファンシーメイクアップカラーベースイエロー、これが赤みに効くやつで、私赤みがすごいから、うん、そうそうで化粧下地、皮膚が薄いからね見えちゃうんだよね赤みが、ね、SPF25PA プラス2、高原堂使ってんだね、高原堂いいって言うよね、うん、いや、よかったこれ、はい、今までいろんな下地塗ってきても、うん、やっぱ赤みがなかなか結構本当になんていうか全体的なこのカバーがあんまりいいだなと思ってたんだけど、うん、結構私の中では高原堂がすごいしっかり、これ何がきっかけで高原堂買ったの。あの、岡ちゃん一緒覚えてない、どっか一緒にさ、なんか薬局たまたま入ってさ、うん、その時になんかもう赤みに効くのがいいかっつって、いろいろ種類あるんだけど、うん、グリーンベースとか、これイエローですごいこれが良かった、使ってみて良かったからこれもネットで買って2本目、2本目、うん、もう終わりそうだからこれに変えるぞっていうことで、うん、いやそうなのよ。そしてこれ、これも良かったわ、ヘンメン、なんだっけこれ、岡ちゃん前さ、うん、読み方間違えてさ、すげえさ、ヘンメンってコメント欄で笑われてたの、うちら。なんだっけ、ヘムだっけ、なんだっけこれ、ヘムじゃないの、ハイカラーパレットバーンオレンジ、これなんだっけ、ヘムじゃなかったっけ、ヘムだっけ、ヘメってみたいな感じで今恐怖症になってる、あの日のトラウマが。なんだろう、これなんだろう、ヘムじゃなかったっけ、ちょっと調べるわ。確かにそうなんでね、わかんないよ、デパコスってわかんないのよね、読み方ね、お洋服もそうだけどわかんないよね、うん、読み方、あ、出ました、うん、ヒーミー、ヒーミー全然違う、出たよヒーミーって、ヘメでいいだろヒーミー、お高く止まりやがって最高ですヒーミー。でもこれすごくいいよね、ユーピーアイシャドウで使ってるやつでしょ。あ、でもこれは、うん、あれじゃない、あ、違うんだ、そんなに使ってない、あ、そうなんだ、それ何、そうそう、
一箇所だけなくなってる。だからほら、これ。顕著に出てる。顕著に出てる。顕著に。これをアイホール全体に使ってるのがこれで、それ以外はちょろちょろって使ってるんだけど、今基本、アイシャドウとしてお母ちゃんが褒めてくれるの、めっちゃ。すごくいい。最高って。いい発色。今日も使ってるやつね。うん、そう、オレンジ。それがこれ、オペラ。オペラ。すごくいい。オペラのアイシャドウめっちゃいいよね。オペラのお母ちゃんがいつも褒めてくれるのは、オペラアイカラーペンシル03マンダリン。これめっちゃいいアイライナー。ユイピーの肌色に合うんだと思う。ピンクよりもこのオレンジの方が合ってるなっていつも思っちゃう。これマジでいいよね、すごい素敵。これのオレンジ超好き、うちも、買ってよかった、マンダリン。合ってる。ありがとう、似合ってる。 Thank you。 これのピンクも買った、だけどお母ちゃんはピンクの時は褒めてくんない。オレンジの方が似合ってるなって私は思っちゃう。ありがとう、でこれアイラインいつものね、これこっちをだからアイシャドウにして、どっちでもできるって、アイラインもアイシャドウで、それもオペラ。いや、これじゃあ密着アイライナーデジャブ。あ、デジャブか。ラスティングファイン E。 デジャブってなんかマスカラのイメージだけど、アイライナーもあるんだよね。ブラックブラウン、これも好きです。ポジポジ。あともう、まあそんなね、最近、あ、これも大事、眉毛描くやつ。あ、これもデジャブ。デジャブ、デジャブのオレンジのやつ。まあみんな知ってるでしょ、これは基本ね。で、岡ちゃんが最近、どうしたの、ゆいぴー眉毛濃いよって言ってくるのが、これ描いた後に使う。これ最近買ったばっかなんだけど、キスミーヘビーローテーションカラーリングアイブロウ06ピンクブラウン。これがさ、岡ちゃんがさ、もうすげえ言ってくるよね、なんかね、多分合う人に合うんだと思うんだけど、ゆいぴーにあんまり合ってないんだよね。なんかそのすごい、なんか眉毛描いた人みたいな感じの顔になるというか。ちょっと試しに今日使ってないんで、使ってみてもいいですか。じゃあこれがうちのノーマルね、今、使ってない状態。使った状態、じゃこれはピンクブラウンになるんだからさ、可愛くなる予定じゃん。私の髪の色だってさ、ピンクブラウンみたいな感じ。ちょっと行かせてもらうね。わかる？なんかその凛々しい人になっちゃうんだよね、その なんていうのかな、なんて眉毛がぼやかせるかなと思ってピンクのブラウン買ったんだけど、いや眉毛ですっていう感じになるというか、その確かに濃いかもね。そうそう、お好みですか。なんかそのなんていうんだろう、キャビンアテンダントさんとか、そのデパートのそのなんか BA さんとかだったら、こういうメイクでも多分いいと思うんだけど、全部が濃くてなんか眉毛って感じになるなって思っちゃう。もうおかしいから、もう戻れないから左もやるね。顔がさ濃いじゃない、ゆいぴーって。はっきりしてるから、よりはっきりしちゃうのかも。なるほど、分かんない、合う髪型とか合うメイクとかすれば合うのかもしれないけど、全体的なバランスが悪いと思う。そうそうそう、唇の色がマットで、もうちょっとなんかさ BA さんぐらいな感じだったら合うのかもね、もしかしたら。分かんないけど、かすれ。でももう今日はこれでやるしかない。リリシーリリシー眉だね。なんで眉尻って最後なくなっちゃうんだろうね。そうでしょ、もうしょうがないでしょ、これ今日も濃いけど、そんな濃い。やっぱなんかね、なんか眉に目がいっちゃうって感じかな、濃いっていうか。買ったばっかなんだけど、メイクの仕方変えば、変えれば合うんじゃない。なるほど、買ったばっかなんだけど、で、もうラス、もうでもいっぱいありますけど、あと使ってんのが意外とそのくらいだな、あとはもう使ってねえんだったら、なんでこんな中入れてパンパンにしてんだろうな、まあ、そんなもんかな、事件もクソもなくてごめんね。いやでも化粧品とか知れてよかったよ。ありがとう、優しいじゃん。だこれ使ってんだとかさ、あとアンドビーのこれ下のやつ、目のさ、下の目ってなんていうの、下まぶた、下まぶたこうやってこうやって引く、下まぶた専用みたいなさ、あんまり引いてるの見たことないけど、引いてんの？時たま引いてるけど、それ塗ったらその眉毛だけが浮かないかも、もしかしたら。浮かない。なるほど、やっぱバランスか。うん、だと思う。なるほどな。でもなんか疲れてるように見えない。今ちょっと白目が、寝てないのかなって。白目が今濁っちゃってるからじゃない。本当？まあ大丈夫か、これで、うん、こんな感じですね、はい、ということで
あとはもうぐちゃぐちゃのゴム入ってます。じゃあねー、ぐちゃぐちゃゴム、ぐちゃゴムです。まあそんな感じですかね、すいません、ポーチ1個しかなくて。いや、いいんだよ、ポーチ1個で別に。すいません、ということで私、これがね、基本ね、身軽でいたいのよ、うん、基本だからもう iPad とかも入れてない、今日新幹線移動だったからさ、入れてただけで、うん、基本手ぶらに近いような軽さでいきたい、確かに人間なんで、はい、だって日焼け止めだって今は入れてるけど、もう一時期ずっと私の使ってたし。隠しちゃってる。さあ、ということで、うん、この辺でね、うん、終わりましょうか。あ、そうですね、まあ、皆さんの参考になってなれば何もないと思うけど、いや、なるんで嬉しいです、はい、ちょい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 、高原堂マジでいいよ、いろんなタイプあるから、うん、うん、そうそうそう、肌悩みに合わせて、そう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 、さあということで、うん、はい、以上で、ゆいぴーのカバンの中身確認してみたでした。すいません、最後残ってました、実はこれ、あ、リリーに乗った時だけもらえるおしぼり食べてます。たまにしか乗せてもらえないから ね、ありがたいです。何かあった時、いざとなった時助かるまで、しっかり、はいはい、してるしね、はい。ということで、お疲れ様でした、バイビー、バイバーイ。もう一個出てきた。